はい、どうもおめでとうございます。学校であった怖い話、進藤さんの話ですね。ここを勝負するに前回したんですけど、なんか突然俺にトランプ勝負を挑んできた場面ですね。進藤さんが断ってみましょう。すいません、お断りします。そうか、そうだよな。進藤さんはがっくりと肩を落とした。本気で怖がっているようだ。悪いけど僕は笑いをこらえた。やめろやめたれ。だってもしドクロ女が来てもそんなに小さいのなら踏み潰せるじゃないか。大空さん出番やぞ。でも次の瞬間僕は凍りついた。来るのか。進藤さんの足元に小さな生き物が見えたのだ。ピンポン玉サイズの頭半分がドクロになってて、もう半分は女の顔になっている。もうこんな感じでさ、舐められるサイズのやつって大体めちゃくちゃ強いんだよ相場が決まってんだよ昔から。一撃で殺されるぞ。トランプの女だ。その目を見た瞬間、僕は自分の間違いに気づいた。彼女たち相手に抵抗なんてできるわけがない。あの目、見つめられたら蛇に睨まれたカエルのように硬直してしまうだろうということが直感で分かった。そして進藤さんが怯えている理由も。女はちょこちょこと移動して見えなくなった。でもまだいる。どうしたらいいんだ。進藤さんに告げようか。でもそれで怒って飛びかかってこられたらどうする。僕は悩んだ。それを気まずさからと誤解したんだろう。誰かが僕の代わりに言った。さあ最後の話だ。機会を逃した僕は沈黙を守るしかなかった。ああ結局これで終わんのか。絶対強いからな。なんかいなかったっけ、そういう、まあ、ムーバとかがそうだよね。わかる人にしかわかんないと思う。じゃあここも振り返るじゃないやってみますか。振り向いたやつは一生懸命何かを隠していた。うん、大倉が何かを教室の隅で隠してたって話だよね。じゃあ契約書にしてみるか。大倉がみんなに書かせてたあの契約書だったんだ。それも一枚一枚にどこで手に入れたんだか署名者の写真入りでさ。それから古ぼけた分厚い本もあった。ファンタジーに出てくる魔法書のような。魔法書？俺の顔色を読んだんだろう。大倉が向き直った。目がギラギラと光っている。見られたらしょうがない。俺はこの契約書を代償に悪魔と取引をしてもっともっと影ごとに強くなるんだ。学校の中だけじゃなくもっとでかい勝負をしてやる。体が動かなかった。金縛りにあったみたいだった。なんかスティーブ・ジョブズなんかは本当に悪魔と契約したんじゃないかみたいなね、話逸話はあるよね。なんか自分の事業をめちゃくちゃ大成功させる代わりに、だから短命で亡くなったみたいな、そういう噂あったけどね。絶対さすがにオカルトだと思うけど。大倉は儀式を始めた。何かの粉で魔法陣を描き呪文を唱える。すると暗い教室の中にもやが立ち込めてきたんだ。その中心になんだか邪悪に光る3つの目があった。大倉が契約書を掲げた。ここに魂を捧げるという契約書があります。いけない、俺は焦った。大倉は本気だ。契約が済めば俺も貢ぎ物にされるだろう。俺は全身に力を込めた。この契約書を代償に俺を世界一賭けに強い男にギャルのパンティーを送れ。ピクッて指が動いた。それをきっかけに俺は体の自由を取り戻したんだ。チャンスは今しかない。俺は足を伸ばし魔法陣の表面をこすった。粉が舞い上がって魔法陣が賭けた。次の瞬間ギャー、太い腕が伸びて大倉を掴むと、そのままもやの中に引き込んだ。その数秒間に俺は急いで魔法陣の中に入って欠けた部分を書き直したんだ。間に合わないかと思った。心臓が止まりそうだったぜ。よくこんな状況でそんな冷静にいられるな。すげえな進藤さん。そのすぐ後にもやの中から声がした。望みを述べよう。重々しい声だったんだ。望みを述べよう俺の望みはたった一つだったさ。ギャルのパンティーを送れ。するともやは消えた。ほっとしたら腰が抜けてさ、しばらく動けなかったな。大倉は行方不明ってことになったよ。本当のことなんて言えねえもんな。いや、言えねえっていうか言ったって信じてもらえないよね。まあ、やつもバカだったのさ。自業自得ってやつだろ。こんな状況を見て自業自得って言えんのすげえな。さあ、俺の話はこれで終わりだ。いよいよ6話目だな。普通に終わったな。ああ、なるほどね。いや、でもやっぱ面白いな、進藤さんの話は。ちょっとわからないにしたらどうなるんだろう。わからない。わからないって、お前真剣に聞いてるのかよ。めちゃくちゃ真剣に聞いてるぞ6人のうち進藤さんの話一番真剣に聞いてるからね俺。まあいいや、俺が見たのはあのトランプさ。正確に言うとトランプじゃない。トランプの裏に書いてある半分ドクロの女なんだ。
俺は自分の目を疑ったぜ。こんなことってあるか？これちょっと違う？なんとあの女がトランプから抜け出しているじゃないか。気持ち悪いったらなかったぜ。女と言っても頭だけだぜ。ピンポン玉ぐらいの大きさで星首のようにも見えた。そして首から下はないんだ。ないというよりも首の下には小さな触手のようなものがびっしりついていて、それがざわざわ動いているんだ。それ相当怖いよね。その触手を動かして歩くのさ。一枚一枚のカードから全部抜け出していたようだから50体はいただろうな。ああ一緒か。そいつらが一斉に俺を見た。ああ一緒だ一緒だ。じゃあ氷菓子に励んだは選んだんだよね。じゃあ学校に来なくなったにしてみるか。ああ大倉は学校に来なくなったんだ。それどころか部屋からも出なくなったんだけど、家の人が心配して覗いてみたら、やつはトランプをベッドの上に敷き詰めてその上に寝ているじゃないか。うっとりと気持ちよさそうにな。でも病気ではなさそうだしって言うんで、そのまま放っておいたらしいんだ。食事も部屋の外に置いておけば食べているようだったし。でもある日のことだ、親戚に不幸があったとかで大倉の家族全員で出かけることになったんだ。ドアの外から母親が声をかけた。1万円置いておくから出前でも取って食べるのよ。おうおう結構なゴージャスな出前取れるぞ。まあ大体こんなところだったろうな。ジョーの寿司食えるよ。どんな家でも、お袋なんて同じことを喋るもんだぜ。母ちゃんバカにすんな。母ちゃんは偉大やぞ。それで出かけた。向こうで2泊してから帰ってきたらしい。ところが金は出かけた時のままだ。足がギザギザにちぎってあったらしいけど、とにかく置いた位置にあるんだ。心配になって大倉の部屋に行ってみた。すると中からカサカサという音が聞こえるじゃないか。何の音かと思って開けてみたんだ。そしたらベッドの上には白骨死体があった。そしてその骨の間をちょろちょろと走っているのは、あのトランプの半分ドクロの女たちだったんだ。ピンポン玉くらいの大きさの頭の下には小さな触手がびっしりと生えていた。それで要するんだ、まだ骨にこびりついている肉のかけらを小さな歯でかじっている。家の人は悲鳴を上げた。その声に女たちは一斉に振り向いた。そしてものすごいスピードで窓から逃げていったんだ。まるで潮が引くようにザザーっとな。後には大倉の白骨死体と女たちが抜け出した、後の真っ白いトランプだけは残されていたそうだ。きっと食事を食べていたのは大倉じゃなくてあの女たちだったんだ。家族はいなくて食事が用意されなかったから飢えた女たちは大倉を食ってしまったんだろうよ。大倉かわいそうだな。大倉が逃げようとしなかった理由わかんねえよ。あの女たちに見入られたのかもな。けどトランプから抜け出そうとした奴らは今どこにいるんだろう。あんなのが潜んでるかもしれないと思うと暗闇が怖くてさ笑ってもいいぜ。とにかくこれで話は終わりだ。さっさと次も終わらせようぜ。外も暗くなったしよ。怖いのか進藤さん。いややっぱいいな。進藤さんの話全部いいな。じゃああとね、なんと縁日の出典と拾ったも残ってるんですよね。全部分岐するとは思えないんだけど、これ全部分岐したらすごい量だよな。じゃあ縁日の出典、これか。縁日だよ。出典で買ったんだ。よく買ったなこんなの。縁日にこんな縁起悪そうなもんよくお買い求めましたね。うるさそうに大倉は言った。なんとも不愛想な返事だったぜ。ゲームに集中しているのか俺のことなど眼中にないみたいだった。俺はしばらくゲームを見てた。そして不思議なことに気づいたんだよ。そのトランプのジョーカーってドクロなんだ。それも目の部分の開いた穴に黒い蛇が絡まってるのさ。気味の悪いジョーカーだった。でもな、もっと不思議なのはそのジョーカーが必ず大倉の手元に来るんだよ。ポーカーってゲームはジョーカーは何にでも使えるオールマイティーカードだからな。この展開一緒か。そいつが一枚あれば相当有利にゲームは進められる。だから大倉のボロ勝ちさ。でも不思議じゃないか、どんな確率から言っても必ず大倉の手元にジョーカーが来るなんてありえない。イカ様でも知れない限りはな。てか一緒っぽいな。必ずゲームに勝つもんだから。そっか、どこで買ったのかの違いしかないんだもんね。じゃあ拾ったにしてみるか。ああ一緒。あ、なんかでも選択肢が増えてるぞ。え、すごくない？あ、見てよかった。じゃあ、あ、ここ一緒だよね。ここに上書きしよう。隣町の縁日へ出かけた。やつは学校を休んで隣町に行ったんだ。その頃は縁日の時期でさ、大倉以外にも釣り休みして遊びに行っていた生徒がいたぜ。こんなこともあるんだな。かくいう俺もその一人。縁日は夜もやってるけど、遊びなんて少しはルールから外れなきゃ面白くねえだろ。
誰と言ったかは想像に任せるけどよ。なんか進藤さんもさ、不良って感じじゃないけどアウトローな感じはするよね。とにかく大倉を見かけた時は驚いた。声をかけようかと思ったけど、やつの顔があまりにも深刻でさ、つい後をつけた。そしたら一軒の出店出店か、出店で立ち止まるんだ。ケバケバしい色のプラスチックのままごと道具なんか売ってる小さな出店。ああ、出店って呼んじゃう、出店。そこの親父と何か交渉してな。そしたら親父が一組のカードを出した。トランプよりもでかくて派手な絵が描いてあるカードだった。タロットカードよ。俺は知らなかったけど連れがそう言っていたぜ。あ、なんだお前、女と一緒にいてたのか。それを、そういうの見逃さないぞ俺。それを見た途端、大倉は手を伸ばした。でもそれより早く親父が手を引っ込めた。大倉のやつ、お預けを食らった犬のようだったな。それで親父に何か言われて諦めたようにとぼとぼと歩き出したんだ。俺はやつを追いかけた。人気のない神社の境内で追いついて声をかけた。大倉は驚いたように振り向いて俺を見て嬉しそうに笑った。奇妙な笑顔だったぜ。それでおごってやるから遊びに行こうなんて言うんだ。どうせ暇だし行ってもいいかと思ってさ。でもさっきの笑顔が気になってもう一度大倉を見たんだ。やつはナイフを振り上げてた。血走った目は俺を睨みつけていた。やめろ。俺はとっさに大倉を突き飛ばしていた。いや、倒れ方が悪かったのか、ナイフは大倉の腹に突き刺さっちまった。その時突然背後で声がしたんだ。おやおや、失敗したんだね。振り向くとさっきの出店の親父がいた。薄笑いを浮かべて大倉を見下ろしている。でも誰のものでも、でもこれ誰だ。でも誰のものでも魂に違いはないんだし、このタロットの代金には十分だよ。親父はカードを見せびらかすように振った。大倉は悔しそうにそれを見たけど、もう手を伸ばす気力さえないのさ。むちゃくちゃな展開だなこれ。せっかく売ると言ってるのに、それでは使えそうにないね。そっちの友達の方はどうかな。思うままに操れるタロットカードはいかが。今なら大倉くんの魂と引き換えでいいよ。親父はそう言って俺を見た。何者だこの親父。思うままに操れるタロットカード。大倉のトランプはそれの仲間だったんだ。お前ならこんな時どうする。うわ、断るのか。いや、もらいたいな、普通に。これもう上書きしていいよね。いいね。じゃあ、断るか。そりゃそうだよな。俺も断った。そうか、残念だね。でも魂の漂いは悪いから、大倉君の死体くらいは片付けていってあげよう。そう言うと親父は手を振った。それと同時に大倉の体が消えたんだ。おお、すげえ世界観。そして、親父もな。大倉は行方不明ってことになったよ。本当のことなんて言えねえもんな。俺があいつを殺しちゃったんだしさ。親父の正体？俺は悪魔じゃないかと思ってるんだ。おかしいかな？とにかく俺の話はこれで終わりだぜ。ああ、なるほど。じゃあ、もらいましょう。おいおい、本気かよ。おとなしそうな顔して、お前って悪いやつなんだな。俺だって二の足を踏んだってのに。そう、俺は断ったんだ。ああ、なんだ、結局断んのか？つまんねえな。もらう、ここまで来たら、ここに選択肢用意するなら、もらうシナリオ用意してほしかったな。俺があいつを殺してしまったの親父の正体？俺は悪魔じゃないかと思ってんだ。おかしいかな。展開は一緒か。あ、なんだ？ちょっと違う？でもさ、お前気をつけろよ。お前みたいに変に欲を出す奴が一番危ないんだ。縁日で変な親父に会っても話に乗ったりするんじゃねえぞ。賢いつもりかもしれねえが、もし奴が悪魔なら、勝てるはずがないんだからな。とにかく俺の話は、ちょっとだけ文章変わってたね。いいね。こうちょっとだけ文章変わるのいいよね。隣町の縁日へ出かけたを選んだから、じゃあ拾ったにしてみますか。拾った。これか？拾ったんだよ。大倉はそう言った。でも答える前に一瞬口ごもったのを俺は見逃せなかったね。大倉は嘘をついている。大体トランプが一組そっくり丸のまま落ちているなんて信じられるか？まあ、そういうこともあるんじゃないの？汚れてもいなかったしな。でもなんで嘘をつかなきゃならないんだ。なんか怪しいと思った。だからしばらくやつを見張ることにしたんだよ。暇やな。自分暇やな。俺はしばらくゲームを見てた。そして不思議なことに気づいたんだよ。そのトランプのジョーカーってドクロな。それも目の部分の開いた穴に黒い蛇が絡まってるのさ。気味の悪いジョーカーだった。でもな、もっと不思議なのはそのジョーカーが必ず大倉の手元に来るんだよ。ポーカーってゲームはジョーカーは何にでも使えるオールマイティーカードだからな。
そいつが1枚あれば相当有利にゲームは進められる。だから大倉のボロ勝ちさ。でも不思議じゃないか。どんな確率から言っても必ず大倉の手元にジョーカーが来るなんてありえない。イカ様でもしていない限りな。それで大倉が必ずゲームに勝つもんだから誰だって面白くない。大倉を任してやろうと何人かが挑戦したがダメだった。有金全部巻き上げられて一巻の終わりさ。それで奴がイカ様をしているんじゃないかって噂になった。あ、でもこれは一緒なのかな。効果をすれば結局一緒に収集する感じだ。なるほどね。じゃあもう終わりかな。特に一応ここの分岐とか見てみるか。まあ、最初から選び直してみますか。一応ね。スキーを選んだよね、俺。嫌いにしてみよう。そんな言い方するもんじゃないぜ。せっかくこうして人が話してるんだ。ギリででも好きですって答えられないもんかね。もう一回聞くぜ。卵飯はトランプ好きか。嫌ーい。つまんねえ男だな、お前って。トランプの話をしようと思ったけど、やめちまおう。僕は当てた。すいません、進藤さん。どうか話を続けてください。お願いします。進藤さんはじろりと僕を見た。考え直してやってもいいぜ。でも普通に話すのも芸がねえよな。こいつで話す内容を決めるってのはどうだ。お、変わった。言いながらポケットから一組のトランプを出した。そんなものを持ち歩いてるなんて、よっぽどトランプが好きなんだろうか。進藤さんはトランプから3枚のカードを抜き出した。ここにエースとキングとジョーカーの3枚がある。進藤さんは話しながら裏を見せたまま3枚のカードを並べた。卵飯、この中から1枚選びな。エースだったら予定通りトランプの話をしよう。キングだったら別の話だ。それで、ね、もしジョーカーだったら。進藤さんの目がキラッと光ったような気がした。気のせいだよ。この学校に伝わる本当にヤバい話ってのを聞かせてやるぜ。最初からその話を聞かせろ。ジョーカー一点張りだよ。え、これ どれ選んでも一緒だったりするのかな。どこセーブしようかな。じゃあここはもういいよね。セーブして右。へえ、エースか。なかなか強運の持ち主らしいな、お前。ちょっとさ、一応念のため、変わる？おお、違うんだ。マジか。いや、進藤さんすげえな。遊び放題じゃないですか。進藤さん、あれ？ジョーカーない。あ、なるほどね。2種類しかないのか。え、ジョーカーの話聞きたかったんだけどな。まあいいや、じゃあ右行きましょう。へえ、エースか。なかなか強運の持ち主らしいな、お前。それじゃあ話してやるよ。八百長がバレてるぞ。トランプの話だったな。あ、結局トランプの話になるってことか、これ。たった52枚のカードであれだけいろんな、あ、こっからは一緒の話になるっぽいな。あー、なるほどね。じゃあキングを選ぶべきなんだ。おっと、キングか。それじゃあ別の話をしよう。お前、さっきみたいに人の意見に逆らったりするの好きなのか？え、やや？じゃあセーブして、好き！そうか、結構嫌なやつなんだな。でも気をつけた方がいいぜ。歯向かうならそれなりの覚悟が必要ってことさ。何らかの形でいつか報いが来ることもあるだろうしな。俺がそんなこと言うのおかしいか？おかしいだろうな。でもこれには訳があるのさ。俺の友達に石川ってやつがいてな。やっぱりへそ曲がりな男だったんだ。友達も親でも先生でも素直に意見を受け入れたことがないんだよな。普通だったらそんなやつつまはじきになるよな。でも石川はそんなことなかった。それはやつにある秘密があったからあったせいなんだけどな。今度は石川君かい。なんだと思う？人の式が分かったのは八神ライドじゃねえか。空中から何でも取り出すことができたらもうむちゃくちゃだな。え、これも分岐すんのかな。めちゃくちゃ遊べるじゃん。もう一回遊べると思うんだよ。人の式が分かった。そう、やつには人の式が分かったのさ。もうそれ死神の目持ってるよ。誰だって死にたくないもんな。やつと仲良くして自分が危ない時に教えてもらおうと思ったんだろう。初めから分かってれば危険を回避できるからな。それは責められないと思う。責められるべきなのはやっぱり石川だったんだ。教えてやらないとか嘘をつくぞとか言われたらビビっちゃうじゃんか。そうやって脅して好き勝手やってたんだ。でも石川の言うことを信じない先生もいたんだぜ。そうしたらあいつなんて言ったと思う？ばあちゃんの代わりに先生がしねえ。
もちろん先生は笑って聞き流してた。でも次の日、その先生は死んじまった。突然心臓麻痺だとか言ってたからな。おいおい、書いたな、ノートに。死神ついてるぞ。さっきは藤原のサイついてたけど、今度リュークついてるぞ。某漫画家リスペクトすぎるだろ。その代わりに寝込んでた石川のばあさんが元気になったんだって。お前、信じられるか？それが本当なら石川のやつ、人の寿命を入れ替えることまでできるんだぜ。そんな能力を、いや、多分違うね。真っ黒なノートに名前書いたんだと思いますよ。そんな能力はあんなやつが持っているなんて、はっきり言って犯罪的だ。みんなそう思ってたけど、口に出して言えなかったんだ。ああ、ノートに名前書かれるからな。そんなある日のことさ、いつになく石川が青ざめて顔している。星銀着みたいなやつが理由を聞きに行ったよ。そして真っ青になって戻ってきた。石川君、自分の死期が分かっちゃったんだって。今夜なんだって。おう、今夜死ぬの？ものすごいショックだったな。考えてみろよ。奴は人の寿命を操れるんだぜ。自分がもうすぐ死ぬなんて分かったら、誰を身代わりにするかもしれねえ。いつもと反対に、みんな潮が引くようにさーっと石川から離れた。おばっちりを食らっちまったら、たまんないからな。放課後まではそれで済んだんだ。でも終業のベルが鳴ってみんなが気をつかれて言おうとしたとき、ざわざわと戦闘の奴らがざわめいた。見てみると、廊下に石川がいるんだ。釣り上がったものすごい目をしてさ、身代わりを探しているんだ。みんなすぐに分かった。だから気をつかれてられない。石川の目に止まったら最後だもんな。俺だってそんなの、ごめんだね。だから俺は窓から抜け出したのさ。なんか石川に媚び売る方が早そうじゃない？俺らの教室は2階だったしな。でも途中で石川に見つかった。進藤！やつは叫んで追いかけてきたよ。こうなるでしょ？もうターゲット進藤さんじゃんね。恥ずかしいけどビビった。ジョー！シュワシュワシュワ。ビビりまくって校庭を飛び出したぜ。石川はついてくる。校門出たとき、向こうから歩いてくる人にぶつかりかけた。危機一髪で避けて体が入れ違ったとき、石川が飛び出してきたんだ。人影を見て俺だと思ったんだろうな。俺の代わりに死ね！いきなり叫んだんだ。その人は目を丸くしていたよ。作業着を着た男だったな。石川のこと変なんじゃないかって顔で見てそそくさと立ち去ったっけ。石川もポカンとしてた。まさか知らない人に押し付ける気はなかったんだろうな。かわいそう、作業着の人。家族とかいるんじゃないの？でもまあ、これで死ぬことはなくなったんだしな。ちょっと猶予取り戻して、大量に睨みつけていたぜ。間一髪だったね。でもその夜、石川は死んだ。ああ、結局死んだんだ。悪い奴ほど長生きするってのは、石川に関しては外れたわけだ。満足そうに進藤さんは話を終えた。ちょっと待ってください。だって、石川って人は寿命を入れ替えることができてる、できるんじゃ。僕は混乱して聞いた。もしそうならなんで死んでしまうんだ。いや、だから名前を書いてただけなんだって。心臓麻痺って。そんな僕を進藤さんはニヤニヤと笑いながら見ていた。わかんないか？じゃあヒントだ。校門のところにいた知らない男が着ていた作業着は有名なバイク便の会社のだったぜ。お？どういうこと？何のことだ？全然わからない。石川運送とかだったってこと？どういうこと？進藤さんは僕を RM4 に首を振った？あれあれ、まだわかんないのかよ。石川はな、交通事故だったんだ。飛び出してバイク便のバイクとぶつかったのさ。あー、なんだそのトンチ。意味がわかれば怖い話？バイク便の？それじゃあ石川さんと寿命を取り替えた相手が、そう、事故の相手だったのさ。もちろんそっちも死んだ。ああ、両方死んだってこと？石川のやつ、よりによって一緒に死ぬはずの相手と寿命を取り替えたってわけだ。ああ、すげえ。なんか本当に悪いやつの無残な最後みたいな。このちっちゃい死に方も矢が未来とかあるな。進藤さんは楽しそうに笑った。話ができず、できすぎの気もするけど、進藤さんの喜び方は芝居とも思えない。新世界の神になれなかったわけだ。まあ、こういうこともあるんだろうな。ありがとうございました。僕は進藤さんに頭を下げた。そして、6人目に向き直った。いやー、面白い。やっぱ進藤さんの話、ぐーんいと面白いよな。じゃあ、空中から何でも取り出すことができる感じでいこうか。うん、やつは空中から何でも取り出すことができたんだ。超能力の意思だよな。だからやつの周囲にはいつも人が集まってた。みんな自分の欲しい漫画やら CD やらを出してもらおうとしてさ。さもしいよな。俺はやつに尻尾を振るなんて嫌だったからな。俺全力で尻尾振って金取り出してもらうけどな。遠目に見てるだけだった。全然羨ましくなんてない。ん？羨ましくないなんて言ったら嘘になるけどさ。俺と同じようにやつに近づかない人間も割りといた。
その中に一人の女の子がいたんだ。内田って言ったっけ。おとなしそうで色白でさ、体育の授業も見学が多いようなタイプ。実際心臓が弱かったらしいけどな。ちょっと可愛くて人目を引くんだよ。なんでそんなに詳しいかって。それがさ、石川のやつが恋したんだよな、内田さんにさ。超能力もわざわざ彼女の前で使ってみせたりしてさ。いや、それで気を引けんでしょ。怖いよね、単純に。内田さん、内田さん、空中から物を取り出せるんだぜって。怖えでしょ、そんなやつ。見え見えだったぜ。でも彼女は一向に興味を示さない。興味示さないというかドン引きだろう。石川はだんだんじれてきた。そしてついに彼女と直接話そうと決心したんだ。直接話してなかったの、まだ。でも石川のやつ、まともに女の子と付き合ったことがなかったのさ。まあ高校生ならそれぐらいの人はいるでしょう。口を開いたと思えば、欲しいものがあったら出してやるぜ。アマゾンかな。いきなりこうだもんな。内田さんも面食らっただろうよ。いえ、結構です。そんなこと言わずに何かあるだろう。内田さんの欲しいものリスト教えてよ。明日には届けるからさ。石川はしつこく言い続けた。でも内田さんも断り続けたんだ。それで奴はカッとなった。嘘だと思ってるんだな。俺にそんなことできるわけないと思ってるんだろう。そんな信じられないんだな。あんたの一番大切にしているものを出してやるよ。それなら信じられるだろう。内田さんが眉を潜めた。それを疑ってると思ったんだろうな。石川は左手で右手首をつかみ念を込め始めたんだ。額に玉のような汗がにじんだ。やつも必死さ。好きな女の子にはいいとこ見せたいもんな。お前だってそうだろ。そうしているうちに、下手すぎるけどね、アピールが。アプローチ下手だけどね。そうしているうちに内田さんの様子がおかしくなったんだ。普段から血の気のない顔がもっと青ざめて髪のような色になった。呼吸は荒いし、油汗を流して。でも石川は気づかなかった。全身の神経を右手に集中する。そして集中力が限界にまで高まった時、甲高い悲鳴が聞こえた。同時に右手に異様な感触。内田さんが倒れるのを目の端に捉えながらも、石川は右手に乗っているものから視線を外せなかった。なんだなんだ。ちょうど手のひらに収まるくらいのぬらぬらと赤く光る物体。あ、心臓だ。滴っているのは鮮血か。内田さんの心臓だ。そいつがピクピクと動くたびに、突き出ている引きちぎられた管のようなものから赤く温かい体液体が溢れてくる。うわー、これ好き。こういう話面白い。誰かの悲鳴がまた聞こえた。バラバラと駆け寄ってくる足音が聞こえる。これ一つの話作れるぞ、これで。石川は倒れている内田さんを見下ろした。右左胸を押さえ、苦しそうに顔をしかめてはいるが、もう息はしていない。そりゃそうだ。この頃には石川にも何が起こったか分かってきたのさ。お前には分かるか、卵飯。そうだ、石川は超能力で内田さんの心臓をつかみ出してしまったんだよ。一番大事にしているものが内田さんの自分の弱い心臓だったんだろうな。体に弱い内田さんにとって一番大切なものは自分の心臓だったのさ。とんだ超能力だよな。いや、ちゃんと望み通り物を取り出したんだから、素晴らしい能力と言うべきか。うわ、俺こういう話すげえ好き。それから石川がどうしたかって。すぐ引っ越していったからな。俺にはわかんねえ。これどういう処分受けるんだろうな。石川くん、なんか生きていけるこの先。自分の好きな子の心臓を抜いて殺しちゃったんでしょ。でも先生たちに連れ去られる直前のせやつの姿は見たぜ。ぼんやりして人格が崩壊しているようだったな。好きな人の心臓を手にしたんだ。ショックだろうな。一生忘れられないだろうよ。うん、俺を忘れられそうにないな、あの光景は。進藤さんは話を終えた。その時の情景を思い出してしまったんだろうか。少し顔色が青いようだ。そういえば僕も少し気分が悪い。でも次で6話目だ。それではお願いします。いやー、めちゃくちゃ面白かったわ。こういう話好きなんだよな。キング。あ、じゃあ一応ここも分岐見るか。人の危険に逆らったりするのはそうでもないです。そうか。まあその方がいいぜ。なんでかって？歯向かうならそれなりの覚悟が必要ってことさ。何らかの形でいつか報いが来ることもあるだろうしな。俺がそんなこと言うのもおかしいか？おかしいだろうな。でもこれには訳があるのさ。俺の友達に石川ってやつがいてな。結局一緒かな、これは。でも石川はそんなことはなかった。やつに秘密がある。なんだと思う？人の式が分かった。ああ、一緒か。じゃあもう一通り見たよね。
見たよね。実はしたことがある。あ、賭けなんてしたことがないって選んだことないよね。へえ、珍しいやつな。天然記念物級じゃないのか。でもいつまで保つもんかね。まあいいや。それでさ、大蔵っていいかもだったわけ。それが、ああ、一緒か。これは分岐はしなさそうだな。まあ、これで一通り見たのかな。うん、OK。じゃあ、ここまでで終わりますか、進藤さんの話は。いやー、面白かったな、最後の石川くんの話。面白かったな。いや、進藤さん、マジで外さないな。いや、もうずっと進藤さんが話しててほしいぐらいだよ。はい、ということで、次回はじゃあ、いよいよ最後の人、6人目、新井さんの話ですね。新井さんな、結構波あるからな。あの人、話、波があるから、楽しみっちゃ楽しみだけど、なんか、ドキドキするっちゃドキドキするよね。ということで、また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。